ネガティブをポジティブに。笑って死ねればそれでいい。すべてのネガティブをポジティブに。学徒として覚悟を持って怠らずに生きていても、もちろん思い通りにいかないことはある。大切にしていた人に裏切られることもある。僕は神様じゃない。未来が見えているわけでもない。ただ、何があったとしても、それをポジティブに受け入れる。どんな出来事にも意味がある。本気で取り組んだことに対し、役に立たないことなど一つもない。すべては僕にとって糧となる。だから、悲観的になる必要は全くない。それは対人関係も同じ。信頼する人間に裏切られてしまっても、これでいい、と受け止める。30代の頃は、怒りの感情が湧いたことも多くあったが、40代ではそれもなくなった。その人に使った時間や心も無駄じゃない、と柔軟に捉えるようになった。損切りと捉えることもある。もっと深い関係になってしまっていれば、さらに多くの時間と心、時には多くの金を使ってしまっていた。その損失がなかっただけでもラッキー、不幸中の幸いだと。